ざ尋常に一本目勝負。2本目勝負。いざ尋常に一本目勝負。完勝、勝者アースクエイク。二本目勝負。いざ尋常に一本目勝負。二本目勝負。いざ尋常に一本目勝負。
いざ尋常に一本目勝負。いざ尋常に一本目勝負。2本目勝負。
勝者アースクエイク。さい。いざ尋常に一本目勝負。ナレスト。ナレスト。ナレスト。上だぜ。ナレスト。徳川義虎、二本目勝負。本気出せ。完勝、勝者アースクエイク。最終戦勝負。狭き。完勝、勝者アースクエイク。尋常に一本目勝負。2本目勝負。いざ尋常に一本目勝負。くっ。
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずの大玉木繰り返し、昔を今になすよしもがな。アースクエイクは我が目を疑った。まばゆい光に驚いて目を閉じた一瞬の間に、あの驚おどろしい異界は跡形もなく消え、今や辺りには美しい花が咲き乱れている。あの戦いは全て夢だったのか、それとも現実に起きたことなのか。にわかには信じがたい体験に彼はただ首をかしげるのみである。その夜、彼らは気を取り直し、旅の戦利品を並べていく。金銀財宝の輝きと口に広がる肉汁が彼らの胸をどっしりと満たしていった。お頭、次はどのお宝を狙うんで。おのおのの腹も満たされた頃合い、勝利の余韻に浸っていたアースクエイクへ、期待に胸躍らせる子分たちが口々に尋ねた。この島国ジャパンにはまだまだ未知のお宝が眠っている。
お宝がどこかで眠っている限り、俺様たちの金稼ぎは終わらない。アースクエイクの言葉に子分たちの目が輝く。次なる財宝を手に入れるため、世界を股にかける大盗賊とその子分たちは再びジャパンで暗躍するのであった。もうおしまいか？まだ食い取りねえな。